今宵は山田、えー、今夜のゲストです。山口大学大学院医学系研究科教授でいらっしゃいます野島純三さんそしてもう一方いらっしゃるんですよね山口大学医学部附属病院消化器内科講師でいらっしゃいます,高見太郎さんですお二方どうぞよろしくお願いいたします。 本日このお二人にお話を伺うということなんですけれども、それぞれあの担当と言いましょうか、え専門分野があるかと思うんですけれども、まず野島先生のご専門は何でか、私の専門はあの免疫学と臨床血液学です、はい。はい。そして高見先生が、私は肝臓内科で再生療法の研究とか開発をやっています、はいはい。なるほど。はい、そのお二人に。 まあこれねわざわざお越しいただいてお話を伺うわけですけれども、今夜のこのテーマというのが医療専門職業人の育成というふうに伺っております。ぜひですねそのあたりを私たち素人にわかるようにわかりやすく教えていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さて先ほども少し話をさせていただきましたけれども、医療専門職業人の育成ということなんですけれども、これは 詳ししくはどういうういことなんでしょうかあ、はいあのー、山口大学の大学院、はい、医学系研究科、うん、保険学専攻というところがありまして、はい、その博士前期課程ではあのー、全国に先駆けまして、はい、平成27年度から再生医療・細胞療法に担う高度な医療専門職の育成コースということで、はい、臨床培養士養成課程を開設いたしました。でこの臨床培養士養成課程は 臨床検査技師の国家資格を取得した大学院生を対象とに教育機関である大学院医学系研究科と再生量細胞療法を実践する臨床現場である山口大学病院さらにはあの最先端の研究機関である公益財団法人神戸医療産業都市推進機構細胞療法開発センターのこの3機関が連携して 日本再生医療学会の認定制度を踏まえた教育プログラムを構築し次世代の医療技術として期待されております、はい、再生医療・細胞療法の担う高度な医療専門技術者を育成をするというコースであります。で現在平成29年の一期終了生を皮切りにすで、はいえー、に11名の高度専門医療技術者を再生医療を実践する大学病院や 採用、えー、量関連企業に輩出しており、まあ、高い評価をいただいております。なるほど。あの今お話を伺いますいや。日本でこの山口大学初めてということなんです、ね、はい、そうですね。教育機関としては、うんうん、大学としては初めての、うんうん、教育になります。これこのことに至るまでって言いましょうか。まずまず、ま、山口大学がそういうことをしようというその経緯というのは何かあるんでしょうか。 そうですあのもともと教育としましては、はい、あの保健学科としまして細胞検査士というコースを、うんえー、平成の13年から始めていまして、はいうん、いわゆるそういう専門の職業人を育成するというのは非常に山口大学は長けているということから、えーまあ、こ今度こういったコースを開設しようということに至りましたあと臨床の現場にしましてはあの高見先生の方でそうで。すね我々の臨床としては、はい 患者さん自身の骨髄細胞を使った肝臓再生療法というのを古くからやっていましたそれであのずっとですね自身の骨髄細胞を使って肝硬変を治すというような細胞治療っていうのをですねもう2000年頃からですね基礎研究からやってきまして一つ一つですねいろいろあの整備環境整備、ま、た研究機器とかいうのを整備してきました。でまた国からも 再生量実現ハイイウェイといいいううような支援もいただいて、えーうん、今回の臨床培養士の育成で必要な教育環境ですねあの病院も含めて細胞を培養するような設備もその中で整えてきましたし、はいまあ、このような、まあ、肝臓の、まあ、研究の環境を生かして、うんまあ、我々、まあ、学生をですね教育をし,、はい、しようと。 いうようななことになりましたあの先ほどそこにそこであの教育を受けるためには大学院に入学してっていてことです、ねね、入学してか。ということですか。はい、でそこから2年、はい、そうですかそうです2年間の、うん、大学院の博士前期課程というのが2年間ございまして、はいええ、その2年間の間に大学院の研究をしながら、ええ、このコースで、えー、学ぶということです。 あのまあ私は本当に素人で何もよくわからないんですけれども、ただその医者というかお医者様がその治療をなさるとか、そういうことだけではなくてやはりそういうふうなこうなんでしょうそれをサポートするまあいわゆる職業人っていうこの存在っていうのはやはり大きいんでしょうね。うねはいあの高見ですあのあの今おっしゃったように、はい、最初は我々医者研究者が、うん、まあ一人で培養してというような、はい、まあベンチワーク、うん、まあ本当にまあ 個人のですね。あの領域だったんですけれども、やはり患者さんをたくさん救うためには、やっぱりそれを産業化していかないといけないということになって、我々医者がですね。全部にこうつあの立ち会っていくわけにはいきません。まあ、そういうことで、やはり我々は臨床検査技師の国家資格を持って医者まあ、医療のですね。基本的なスキルとか知識を持った人を対象によりこう。再生医療に必要なま技術をですね。とか知識をさらに教え、大学院に教えて。 そういう人たちがいろんな現場に出て我々医者が開発した治療をですね届けてほしいということですですからやっぱり人材も必要ですしそれに伴う機械化そういうものが必要というようなことですねまあ今やはり再生医療を待っている患者さんはすごく多いのであのやはりそういうような再生医療細胞治療をやはりあの患者さんに届けていくためにはあの そのような専門職が必要ということを我々が長年研究していく中で、まあ常に通説にこうまあ実感したというところがまあ最初のあのあの発端だと思います。まあ、うん、実際にこう教育をなさる上で、えー、まあその現場をご覧になってどのようなあの感想を持ちですか？そうですね。あのまあ臨床検査技師という職種はですね、えー、まああの実際には病院でいろんな検体検査をしたり生理検査をするんですけど。うんうんうん 非常にです、ね、そういったあのいろんなものを評価するあるいは機械をコントロールするスキルがものすごく高くてです、ね、今回この臨床培養士特に、えー、臨床医がやらない部分ですね、はいはい、細胞培養そしてその機械の管理そしてその細胞の評価というのはものすごく適した人材だと、はい、あの自負しております。ななるほど、まあ、そ,そこをまた目指す学生といいうかなりこう意識が高い っていうふうに、まあ、素人ながら思うんですけれども。あの、実際に、あの、現場でご覧になって。野島先生、いかがですか。高見ですおっしゃる通り、あの。まあ、本当に再生医療って、今、すごく今注目されてる分野で。まあ、そういうところ。ただ、まだ始まったばかりなので、これからどうなるかわからないという。いう、まだ、なんていうかな、保証されてない分野ではあるんだけれども。そういうものに、夢を。ちゃんと持ってですね。飛び込んできてくれるっていう学生は、本当に。 教えがいもあるし本人たちもすごい活気、まあ、があるというかすごい伸び伸びとしていい医療人になるんじゃないかなというのは我々あのそれは学生もそうですけれどもまた学生に供述するあの先生方今どのようなあの皆さんと共に、えー、そのようなことをしなんてし,し,してなさっているんでしょうか。い あのこの再生医療、細胞療法というのはやっぱり新しく始まった分野なのでかかなり分からなりりらいことが多くありました、はい、技術的にもありました、えー、でそこであの先ほど紹介いたしましたあの神戸のお医療産業都市推進機構、うんはい、ここであの全員教官はトレーニングを受けまして技術と知識を平成26年1年間かけて、うん、取得しまして今、その学生の教育を実際に行っております。なるほど あのとてもお二人の,このお話をされる何て言うんでしょうこの声のこう力強さっていうのを、うん、多分ラジオ聞かれてる方々す感じてらっしゃると思うんですねそれだけにとても熱を入れて本当に一生懸命なのた、えー、そこにいらしてるんだなっていうのをこうとてもこう感じるんですけれどもいかがですかそのすその先生方も含めてですけれどもお,、まあ、おっしゃる通り、うん、やはりいろんな現場のチーフというか、ええ、が元気じゃないと。あの <laughs> だんだん流しそうめんんんみたいいいい最初いっぱいないとですねだんだん減ってきますからまあそこは気をつけて一生懸命やるようにしてますしまあ私も基本的に楽天かというかオプティミストでまあの何とかなやればなんとかなるっていうのも思って今までまあやってきて大変なこともありましたけどまあそういう性格もあるかもしれませんね。 野島先生いかがお感じでした、ね。あのまあ、今回あの一つの重要なポイントといいますのが。ええ、平成二十、まあ、六年から準備を始めまして。二十七年度から開設しまして、もう五年になるんですけど。この度、あの、これらの成果が、うん、日本再生医学会に認められまして。はい、全国で初めて、この山口大学が、ええ、あの認定の教育機関というふうになりました。このことによって、まあ、本学の臨床培養士養成課程の単位を取得して。 そして、日本再生医療学会の指定の教育講習会を受講することで、その大学院在学中に臨床培養士のまあ資格を取得することが可能と。これはもう全国であの山口大学だけですので、これはものすごくあの私たちはあの非常にこう光栄に感じております。頼もしい限りですね。そうですね。はい、さて、お話の途中なんですが、番組ではどうしてもここで曲をおかけしなければいけません。今回、音楽担当は。 高木先生でよろしいでしいょうか最初の曲なんですけれども、はいえっと、最初の曲なんですけれども、えー、まあ皆様リスナーさんよく知ってる曲だと思うんですけど、えー、私は子供にせがまれて見た映画のエンディングテーマで、はい、まあ偶然初めて聴いて、えー、まあ聞いてですね楽しいことがある前にはですね、うん、まあ悲しいこととか辛いことがあると、うん、でもそういうことがです、ね、絶対いいことにつながってるんだと。 なんかとまあ、素直に思ってまあ、頑張ろうと思ったので、えー、皆様聞いていただきたいと思います。はい、あの学生の皆さんもまあ、それみ一般の私たちももう今の言葉はとても胸に響きますよね。じゃあその曲タイトルコールをお願いいたします。はい世界の終わりでレインです。とても熱のあるお話をいただいていますけれどもあの。 今お話しいただいたことっていうのはこ例えば社会的なところで見ましたときに波及効果とかそういったものっていうのはどんなふうにそうですねです、はい、<の>波及効果としまして、ええ、次の3つを期待しております、はい、まず第一に本家庭を修了し、うん、日本再生療学会が認定する臨床培養士のライセンスを取得した臨床検査技師を全国に派遣することによって、はい、高品質で安全な、うん 再生医療療細胞療法の普及発展に貢献できると考えますで第2に、先進医療分野における臨床検査技師の新しい活躍の場を広げるとともに、社会的地位の向上にもつながることが期待できます。そして第3に、本プロジェクトで開発した教育プログラムや教材等を他の教育機関に提供することにより、 我が国における人材育成の拡充に寄与したいと希望しております。これが波及効果です。あの、はい、本当に様々なこう効果というものがもたらされるって言うのが、今のお話でもよくわかりますね。はい、そしてまあ、これからなんですけれども、えー、どうでしょう。高見先生、はい、あの私、あの日本再生医療学会の委員会の委員もしてます。はい、ですから、まあ、今回あの臨,臨床バイオシの、うん。シ に認められたように再生医学会との連携というのも強化しながら、はい、他の他,他施設とのです、ね、他の教育機関との連携というのも、うんうん、このプログラムを発展させて近点化していくということもしていきたいと思いますしまた、はい、我々山口大学の,この臨床培育成課程にはですねさらに再生医療を研究してまた新しい再生医療をこう開発するという、うんはい、研究者を養成するためにですね、はい 博士課程の後期課程で医科学者育成コースというのをま設立しています。はい、ですから、まあ、あの最初のこの場合、あのまあ、技術者を養成するだけでも、さらに新しいこう再生療法をですね。はい、次を作ってくれるような人材がを出すべくですね。あれもまあ、研究とか教育を、えー、まあ一緒に学生でやってるという。 これまでにも、まあ、先ほど先生最初におっしゃっていただいたもう実際に現場で働いている人たちがいる、はい、そういう方々っていうのはいかがなんですか今その情報など入ってそうですねす 1>, あの1期生2期生あの 2>、はい、就職いたしましたけど、うんまあ、ほぼあの全国の再生医療これから始めようという、はい、実践しようという大学病院、えーはい、そしてこれからいろんな開発しようとする企業に、うんうん、本当に優秀な 学学生が一流の企業大学に就職しております、はい、なるほど、まあ、こういう方々が活躍してるあのくれることで先ほどおっしゃった高見先生のようにう今後の期待っていうのはますよ、ねまあ、本当にそうなりますし本当に今野島先生おっしゃったように、えー、臨床培養士の学生がこれだけ華々しくです、ね、活躍しているということは、はい、臨床検査技師のです、ね、まあ新しい領域今まではそういうところに就職とかはなかったんですね、はい、一流企業とか。はい 他の大学ま、うん、までは病院とかですね、そういうの検査会社って、まあ、うん、新しい本当に職域ができたということで、うん、臨床検査技師の学生まあそれを目指す学生にとっても、まあ、すごく大きなことじゃないかなと思ってます。うんね、あのこれから医療を目指したいまあ何かその医療に携わりたいっていうあのまあ受験生もそうですけれども若い方々もたくさんいらっしゃると思うんですね。えー、お二人それぞれに、えー、そういった方々にもぜひということで何かこう そうですすね、はい、<の>一言いただけますかあ私が、まあ、あの保健学科の教員ということで、はい、あのもちろん医学科のお医者さんも教育しておりますが医学科はい、あお医者さん看護学科は看護師になると。うん ただですねこの臨床検査科というのはうん、うん、臨床検査技師だけになるんではなくて、はい、企業の研究者そして大学のもちろん教育者とかいろんな幅がこうあるんですね<ー>で医療職の中ではぜひあのこれから医療、うん、従事者を目指したい学生さん、はい、もちろんもう抜群に頭が賢ければお医者さんになればいいですしあのそのほかで何かを 医療に従事したいという方は、うん、ぜひ臨床検査技師も目指していただきたいと思います。えー、山口大学目指していただきたいですよね。ねぜひ行っていただきたい。はい。高見先生いかがでしょう。はい。あのまあリスナーの方にはですね、頑張って医学部とか目指している方いっぱいいると思うんですけど、うん、本当にいい仕事です。はい、あのまあ一生懸命仕事が長いとか言われるかもしれないけど、うん、まあ楽しくやってると。はい 時間なんか忘れてししまうしこういう新しいことができる、まあ、そんな夢を持ちながらやってるとですね本当にあ、まあ、楽しいので是非、まあ、皆さんがそういうことを目指して頑張ってるのは絶対無駄ではないので我々待ってますので是非多くの,、まあここあの夢を一緒にする人がですね一人でも多く来ていただければ山口大学としては本当にあの喜びです。 あのお二方のお話を伺って本当に心からそう思ってらっしゃるとのよく伝わってくるんですね。ですからあの形だけではなくて本当にあの現実に皆さんを待っているというそういうとても情熱を感じておりますので <laughs> ぜひあの聞いてらっしゃる方々そしてご家庭の方々もですねお子さんを山口大学のこのね、えー、医学関係の 部分にもたくさん受験をしていただきたいというふうに思いますね、はい、さああまり時間がなくてなんですけれどももう一曲ご紹介していただきたいんですがそれでは高見先生もう一曲はなんでしょうはいあの専業担当の高見です <laughs> あの臨床バイオシー育成課程に私たち以外にも多くの教員やスタッフがいるので、はい、まあ今回好きな曲をみんな聞い,いましたら、えー、<あ>アンケートってく,ってくださったんですかですす元気になれるとかですね、はい、頑張ろうと思えるという意見が多かったので、えー、あの選びましたまあ特に、はい 山口大学を目指している受験生のエールにもなればなと思います。はい。では、タイトルコールをお願いいたします。はい。安室奈美恵さんでヒーローです。さて、あの、実際にこの山口大学でお二方とも、学生たちとも、関わっていらっしゃるわけですけれども。山口大学の学生に、どんな印象をお持ちでしょうか。 西先生あそうですねあの私はあの22年間大阪大学にいまして、はい、10年前にこの山口大学に赴任してまいりました、うん、で一番感じたのはやはり山口大学の学生というのは非常に純粋でですね、うん、あの先生の言うことを非常によく聞いてくださるという、はい、非常に教えがいがある学生が多いというのは、うん、あの実感しております。ここれは医学学科科もももも保健同同じじでで、うんえー、検査も看護も皆さん同じで非常にこう 真面目な学生が多いということを実感して、はい、非常にあの教育のやりやすい教えがいがある学生だと思います。はいはい、先生がお話になっている横で高見先生が微笑んでいらっしゃいましたけれども、はい、先生はどんなそうですね。<laughs> 私は埼玉県出身で山口大学に来たときに、山口の維新の、はい、まあちょっとそういうのは感じ寄付を感じて何か新しいことをやってやると、はい、そういう,ような気合はすごく感じてます。まあそういうことが今回の当。 日本で初めてということにつながったかもしれません。ですから、まあ学生にもですね。そういう気概を持ってもらいたいなと思っています。まあ、中にはそういう学生がいるんですけどね。どん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 。この山口大学があのまあ世界に打って出,出れる環境だっていうことはもうちょっとアピールして。 だい,いなと思ってます。なるほど。まあこのように情熱を持ったお二方の先生方にお話を伺いました。えー、ますます素晴らしい技術者が誕生することを祈っております。本日お忙しいのにどうもありがとうございました。ありがとうございました。